迎えください。和田先生、よろしくお願いいたします。ちょっと見てしまうんですけども、そもそも徳川家康が隠居の地としてここ浜松ではなくて駿府城を選んだっていうところが、どうしてもやっぱ浜松人としてはなんで最後浜松でって思っちゃうんですよね。でね、本当そうですよね。で、自分がここに住みたいといえばどこでも住める立場だったんですね、はい、で、じゃあなぜ家康が、岡崎でもなく浜松でもなく駿府を選んだのか、岡崎じゃない浜松じゃない理由は書かれたものがないんですけど、家康が駿府を選んだ理由は書いたものがあるんですよ。で、その一つの理由は、駿府は自分にとってふるさとみたいなところだ。本当のふるさとは浜松よりもむしろ今の岩田の方がこの演習の中心になっていた可能性があるので、見つけられないですよね。まあ、だから浜松市民の方は武田信玄に足を抜けて狙えないといいけど確かに、お正月に浜松に